2024年5月14日火曜日、シギレモンネットラジオ、こよいシギナラジオでということで、今夜もシギのトークライブへようこそ、シギレモンでーす。さあ、今日は火曜日8時お送りしていきたいと思います。この後はシギレモンの最新情報、シギレモン何した?お次はレモンニュース&エンタメチェックのコーナーということで、まあ、大阪住んでらっしゃる方は皆さんね、わかりますし、たまに大阪に仕事に行ったりする方は、まあ、買われる方も多いと思うんですけども、551の蓬莱っていう、まあ、豚まんですよね、がございまして、なんと東京新宿駅構内にオープンということで、これはもう非常にネットで歓喜の声が上がっているということなんですけども、そちらのニュース。そして、旧ジャニーズですね、出演が続々とね、いろんなドラマ等でしているということで、まあ、これに関して批判ということなんですけども、それはニュースを今日はお送りしたいと思います。トレンドレモンですけども、今日はまあ梅雨がもう、ね、近づいてきているということでございまして、折れにくい傘のおすすめ人気ランキングベスト10ということでお送りしたいと思います。今日も8時から30分間どうぞよろしく、この番組はシギ音楽レーベルの提供でお送りいたします。それでは今日のオープニングチューンでございます。シギレモンでロードランナー。このコーナー最新のシギレモンニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。ネットの配信をと言ってみたいと思います。火曜日ショーがシネコニャンザワーということで、今日はシネコニャンのつぶやきです。おでこを撫でられ鼻丸出しご満悦のヤングーニーということなんですけどもね、本当にね、こういう可愛い時代もあったんだなっていう感じもいたしますけども、ショーをシネコニャンデジタルハウスにて配信しております。8時このラジオ現在シゲモン公式 YouTube でプレミア公開中、シゲモン公式では概要も同時に配信しております。ぜひチェックしてください。火曜日9時は久々火曜の21時沢田健ということで、さまざまなコーナーを火曜日の9時に配信しておりますけども、今日は沢田健二フォーカスレモジリ特集ということで、6時半のシゲモンニュース沢田健チャンネルでやってたねコーナーでございますけども、ニュースコーナー以外は全てこっちの火曜の21時にお引越しということでね、こちらのレモジリ特集も今後はこの火曜の21時でやりたいなと思っておるんですけども、今回は、まあ、4月頃ですかね、アイラドットが、ね、調査いたしました沢田健さんの好きな曲ランキングということで、2024年版最新版ということで、そちらをね、ずらりとご紹介しております。チャンネルはこのままシギレモン公式 YouTube でこの後9時配信予定となっております。10時から1年前のシギレモンコンテンツを再配信、プレイバックシギレモン1年前のシギレモンニュースはファンサイト演奏室、1年前のこよいシギなラジオでのプレイバックはシギテレビジョンにてこの後10時プレイバック配信いたします。ぜひチェックしてください。今日のネット配信予定でございました。今日のシギレモン7時ゆるということで、今日もなんとか火曜の21時は昨日ほぼ完成しましてですね、よかったと思って間に合ってですね、今日は昼からまあラジオ収録ですね、このラジオ収録の後は、まあ木曜日用のひでもくということで、今週もちょっとかなり忙しいので、まあひでもくの後はギリギリ間に合うと思うんですけどもね、まあ、間に合わなかったらちょっと来週になるかもしれませんけど、なんとか、まあ、木曜日までにはね、でシギレモンテレビもね明日
配信なんで明日収録しないといけませんしね。そんな感じで今日は一日でございます。シゲレモンでメロディーでした。シレモン何したでした。この後はレモンニュースのエンタメチェックです。ニュースエンタメチェックのコーナーでございます。このコーナー最新のニュースエンタメを独自の宣伝愛好や有効なでございます。まずはこちらのニュースから。こちら5月10日週刊女性プライムより新宿のジェネリック551蓬莱に絶賛の声、ラカ東京豚まんに行列ということで、これはラケじゃないですね、ラカと呼ぶんですね。4月17日新宿駅の駅中施設イーツルミネがオープンしたということで、551蓬莱創業者の孫が手掛けたラカ東京豚まんに行列ができているそうということで、ネット上では大阪に行かなくてもいいなど絶賛の声が上がっているということで、まあ孫が手掛けたからジェネリック551蓬莱という感じの呼び名がついているということなんでしょうね。
まあ、大阪の方は皆さんご存知だと思うんですけど、551の蓬莱というのは大阪での CM とかでもですね、流れたりするということで、まあ、かなりの有名で、まあ、東京の方もですね、まあ、他の地方の方もですね、大阪に行ってですね、新大阪の駅で、あれ売ってるんですよね、551の蓬莱が。で、買ってですね、で、こう、食べて、まあ、東京各地に帰るという、ことで、まあ、僕も買ったことあるんですよ。ね、美味しいんですよね、めちゃくちゃ。この551の蓬莱っていうのは、ただね、匂いがすごい。だから、新幹線でかとか買うと、ちょっと匂いがね、まあ、ただ、もうこれあるあるなんで、はい、入って551の蓬莱、豚まんでしょというような感じなので、まあ、その辺はまあ、皆さんご存知だと思うんですけども、で、その、まあ、いた孫さんが手がけた、この豚まんらしい、まあ、言ったら、ぽい、名前は違うんですよね。これ、ラカ東京豚まんなので、まあ、だから、ジェネリックというふうな呼び名がされているんでしょうね。でも、味は多分一緒なんですよね。多分、まんまなんでしょうね、きっとね。が、新宿の、まあ、駅中の施設でオープンしたということなんですけども、まあ、本当にこれは東京の方々がすれば嬉しいね、あれでしょうね。かなり、満員じゃないんですか、並んでるんじゃないんですかね、これだけ、まあ、ニュースになるというのはね。まあ、でも、本当に美味しいですよ。食べたことない方は、ぜひね。召し上がっていただけたらなと思いますけどもね、匂いには気をつけてください、でも本当美味しいですからね。こちら5月14日産経新聞より、ジャニーズ謝罪1年、被害申告985人、長引く保証交渉、出演再開になし崩し批判もということなんですけどもね。まあ、いろんな問題からもう1年ということで、まあ、名前はすっかりジャニーズからスマイルアップに変わって、まあ、1年でね、まあ、いろんなことがございましたけども、まあね、木村拓哉さんはなんか新しいドラマね、まあ、このラジオでもご紹介しましたけども、決まったりとか、まあね、でもまあこれは私ずっと言ってきたと思うんですけども、まあ松本さんの問題の時にもう誰もそのジャニーズの話してないよねっていうふうに言ってたじゃないですか。で、その松本さんの問題もまあもうすぐ忘れられるよという、この飽きられるよというふうに言ったら、もうね、水原一平さんの、まあ、言ったらね、まあ、賭博のことでですね、松本さんもどっか飛んじゃってじゃないですか。まあ、世間なんてそんなもんで、結局その時はうわーって騒げば騒ぐネタであればあるほど忘れられやすいということで、その時はもう皆さんね、うわーっと、もう誰もがね、YouTube で言ったり、SNS で言ったりしますけども、結局今やもう誰も何も言わないというのが、まあ現状で。ただ、どうなんですかね。まあ、その出演再開に、まあ批判って書いてますけど、まあ、でもその所属している方々は別にね、まあ出てもいいんじゃないかなと思いますけどもね。その、まあ言ったら、ジャニーさんがそういうことをしたという容疑をかけられているということですから、他の方はまあ別になんかね、それ関与した、まあ、知ってたか知ってないかは知らないけども、関与はしてないでしょと大体、と思いますから、テレビのコンテンツというもう古いコンテンツを考えたときに、やっぱりこのファンが一定数いる、ジャニーズ、旧ジャニーズの、まあ言ったらタレントを使うっていうのはもうテレビは、それと当然だろうという感じになると思うんですよ。だって韓国韓流の人たちを出すわけにもいかない。ね、他のタレントさんではジャニーズ、その旧ジャニーズの方々に、まあ、負けてしまうってなると、そんなもん、ね、ほとぼりが過ぎたら、こういう展開になるでしょっていうのは、もう、分かりきったことでね。まあ、仕方ないんじゃないですかね。もう、ますます出てくると思いますよ。ただ、まあ、この、まあ、いったこういう被害に遭われた方に関しては、きっちりと、旧ジャニーズ事務所は、対処していかないといけないというのは、もう、今後ずっとね、東山社長も含めてですね、やっていかないといけないということですから、それはまあ、もう、ね、それは会社がきっちりとやることだとは思いますけどもね。
がりのイメージ抱いて突き刺す肌のウサギを吹いた Fly me to the moon Fly me to the moon、hey、涙が星になる川になる嘆きが溢れ出す夜になる今より眩しくなるんだろう次レモンでフライミーツーダムでした。レモンニュース&エンタメチェックでした。 CM の後はトレンドレモンです。次レモンファンクラブ演奏のお知らせです。シーレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そして不思議レモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、不思議レモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくは不思議音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議レモンライブスペース電脳不思議レモショー、月額1100円で不思議レモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議テレビじゃん、不思議音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円、不思議テレビじゃん、テレビ、不思議テレビじゃん。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議ネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。トレンドレモン、新しいもの流行りもの好きの私不思議レモンが最新のトレンドについてあやくれるトレンドレモンのコーナーでございます。今日は、折れにくい傘のおすすめ人気ランキングベスト10ということで、マイベストよりこちらのランキングご紹介したいと思います。まあ梅雨もねもう近いということで、まあ私の傘も折れましたけどね最近折りたたみ傘、ベスト10第10位、クラージュラッドウェザー長傘ということなんですけども、価格は2680円、24本骨の美しい暴風にも負けない強い傘ということで、すごいですね。24本も骨入ってんだ。24本も入っていて、折れたらねあれですけど、なんか結構昔のなんか時代劇に出てきそうな、ぐらいのなんかこう雰囲気の傘なんですけども、まあシック、黒いシックで、まあ普通の傘は傘なんですけどもね。9位、5、ひらがなで5、竹製傘ということで、まあ結構シニアの女性が持ちそうな色合いの感じの傘なんですけど、2980円ということで、グリップは天然竹素材で和モダンスタイルにもおすすめということでね。まあまあ結構可愛らしいっちゃ可愛らしいですけどもね。8位、サンスキップ折りたたみ傘ということで、かなりなんか大阪のおばちゃんがこう持ってそうな、 なんか猫とか、こうね、イラストというかそういう感じの傘ですけども、2632円。
内側のデザインやサイズ感が珍しいということなんですけどもね。第7位、インタービジネスブリッジキャリサカサ、キリエデザインモデル、価格は9900円ということで、デザインが結構すごい、なんかかわいいというか綺麗なデザインしておりますけども、幻想的な世界が広がる美しく持ちやすい晴れ雨兼用ということなんですけどもね。デザインが結構アーティストが描いたようなデザインでございますけどもね。6位、アリオン、ノンブランドレディース長傘ということで1200円、楽しく使える可愛いデザイン、機能性もバッチリということで、まあこれぐらいのなんか値段がいいんじゃないですかね。これであまりこうね折れにくいというんであればですね、まあぴったりな感じもいたしますし、まあ、可愛いちゃ可愛い、シンプルな、デザインでございますけどね。ベスト5は1曲挟んで、お送りしたのは不思議レモンで忘れられない男スタジオライブでした。トレンドレモンです。ベスト5、傘ランキング第5位は、クラックスミルキートーンアンブレラということでね、すごい、まあ、おしゃれというか非常に色合いのすごいなんか虹がかかったような感じで、880円ということで安いですね。グラデーションカラーで雨の日もおしゃれにということでね、もう本当に虹みたいな感じの傘なんですけど、これはまあね、どの年代も持ってても大丈夫なような感じのねしますけどね。4位、ソル、シャード、晴れ雨兼用折りたたみ傘ということで、価格は2680円、長時間の使用でも疲れにくくコンパクトに折りたためるということなんですけどもね。これもなかなかシンプルで、ま、やっぱり傘がシンプルな方がいいですよね。ベスト3です。第3位、サンディクスジャパン折りたたみ傘晴れ雨専用ということで、価格は1980円、まあ4種類のカラーから選べると、白、ピンク、紺それだけ日本、日本語ですけども、ブラックという、軽量 195g でなかなかいいんじゃないでしょうかね、これもね。続きはエンディングに、
この日はしげりもんで恋のひとチャート68渋谷スタジオライブでした。トレンドレモンの続きです。今日は傘ランキングということでね、お送りしております。折れにくい傘のおすすめランキングベスト第2位、アップル、16本、骨長傘ということでね、アップルって言ってもあのね iPhone の会社じゃないですよね傘も作ってたらなかなかすごいです、3480円という結構高いですね。雨の日も楽しむ陽気な大人の遊び心、カタカナで遊び心って書いてますけども、なんかすごくこうお金持ちのマダムが持ってそうな、ちょっとこうアジサイの色の傘って感じがいたします。で1位です。1位、シンクホームのクーティー折りたたみ傘、価格は2980円ということで、ビッグサイズで持ちやすく壊れにくいジャンプ式ということなんですけどね、あの折りたたみなのにビッグサイズなんですね。うん、で、こうジャンプ式ですから、あのいわゆるビョーンと押したらドガーンという膨らむ感じ意味わかりませんけどもという感じでね、まあ折りたたみ傘って結構ね、あのこうなんか出すときっていうかね、傘開けるとき結構めんどくさかったりしますからね、ということで今日は折れにくい、傘のおすすめランキングベスト10をお送りしました。マイベストからでした。トレンドレモンでした。お送りしました水レモンネットラジオ、こよいしぎのラジオ、明日は水曜日です。8時にお会いしましょう。しぎレモンでした。手は優しい。